えっつちゃつつちゃつちゃ自分らしく輝き、自分らしく輝かせるスター、ミスターおかっちです。やっほやっほやっほー、今日も来てくれてありがとう。引き寄せの法則第2章、ガーッとか、うわーやってしもうた、急いで走ってたら右腕が電信柱に当たって、やばい折れてしまった、最悪や、どうしよう。こんな時君たちはどうする？ピコーン、思い出した。この前言ったよね、僕たちが持ってるこの感情リモコン、その1チャンネルの喜びっていうボタンを押したら、もしかしたら治るんじゃないか。ちょっと押してみるね。はい、ゴン。痛いけれども、右腕はもう治るんだ。そして前よりも強くなった。電信柱さん、ありがとう。どう、これでもう右腕治ったと思う？人いないの。治らへんねん。え、なんで？おかしない。この前おかち言うたやん。感情リモコンで願いを込めて、チャンネルを押せば、それが世界中に送られて、その願いは叶うって言ってたやん。おかち嘘ついたって思った人いる？もしそう思ってたら、今までおかちが言ってたことをちゃんと頭で理解していたっていうことなの。だからまずは君たち、自分に大きく拍手して、おめでとう。人間のエネルギーはちょっと違うね、不思議やね。覚えてる？前回テレビの話したよね。テレビやったらね、8チャンネルっていうエネルギーを送ったらすぐに8チャンネルが見れる。携帯電話もそう。携帯電話ね、おかっちが今からみんなの電話をトゥッ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 電話番号にかけたらすぐに繋がるやろ。テレビもそう、携帯電話もそう、すぐエネルギーを送ったらすぐに繋がるね。でも僕たちはちょっと違うね。チャンネルを押してからちょっとだけ時間かかんねん。しかもそれがいつかわからへんねん。ちょっと書いてみるね。だからここ今ここな、おかっち骨折れてもうた骨、まあいいや、こうやってな、こう書いて、ここ骨折れた、骨折れた、痛ってなってんねん。今おかっちここな、なってんねん。でもね、今ここで1チャンネル喜びのチャンネルを押しても、ここでチャンネル押してもすぐに1チャンネルならへんねん。すぐに治らへんねん。すぐに喜びやってこうへんねん。ちょっとだけ時間かかんねん。いつかわからへんねん。それがいつかわからんねん。これそういうこと。まずはこれをしっかり覚えましょう。人間の場合はチャンネルを押してもすぐに切り替わらへんねん。そこがテレビと違う。そしていつ変わるかわからへんねん。じゃあね、今おかち骨折れた、痛え、最悪やと思ってる今あれや。今じゃあこの今のこの現実は誰が押したんや、このチャンネルを。誰が押したと思う？僕です。わかる？僕です。過去のこれ、今過去、ここちょっと昔や、ここの自分が押したチャンネルなんちゃったわからん、まあ、心配かもしれん、14かもしれん、16、がっかりかもしれん。
して、どんなチャンネルかわからん、過去おかっちが押した、それが今やってきてんねん、そういうことやねん、わかる？わかる？例えばやで、ね、例えば、昔な、例えばおかっちが22チャンネル押してたとするやん、22チャンネルを、1年前ぐらいからずっと押してたとするやん。あー、どうせおかち練習しても試合に出られへんやろな、どうせ自分なんてダメなんやろなって思いながら、そんなチャンネルを押して練習をしてたとするやん。じゃあ今どうなってるか、てんてんてん、今もこの22チャンネルの現実が起きてんねん、この22チャンネル。だからどうせ自分なんてって思うような結果が出てんねん。試合に出られへんかったり、あんまり成功でせへんかったり、活躍できへんかったりするねん。それは過去の自分が押したチャンネルやねん。もう一つ紹介するよ。ちょっと前からな、ずっとな、14チャンネルを押してたとするやん、自分で。14チャンネルは心配のチャンネルです。あー、翔太と仲良くなりたい、でも嫌われるかどうか心配や、不安やっていう風にずっと思って翔太君といるとするやん。じゃあ今も同じ14チャンネルがやってくんねん。そう、翔太君とうまく仲良くできへんかったり嫌われてしまうねん。それはなぜか、昔過去自分がそういうチャンネルを押してたから、その願いが今叶ってんねん。ちょっと時間がかかってな、タイムラグがあるねん。じゃあどうしたらいいと思う？これが今の現実や。骨折れてしまってる、そして試合にも出れてない、大好きな翔太君とも仲良くできてない、これが現実、こんな現実は嫌だ。じゃあどうしたらいいの？もう分かったかな？そう、それよ。今どんなことが起きてるかっていうのは気にしない、気にせずに自分が今望んでるチャンネルを押したらいいね。もう一回言うよ、今自分が起きてること、それはもう全然気にしない、気にせんで本当に自分が望んでることを考えてみて、そして、自分の声を聞いてみるんだよ。自分はどうしたいの？ OK、 例えば骨が折れた、痛いよ、でも痛いよじゃなくて、じゃあ骨が折れた、じゃあバスケの練習ができない、じゃあ自分がどんなことできるだろうって将来を考えてワクワクする、それは喜びのチャンネルだよね。だから今ここで喜びのチャンネルを押すんだよ、1チャンネル押すんだよ。そしてこれ22チャンネルが今やってきてる、試合には出れへん、全然活躍できへん、考えるんだ、自分は何を望んでる、想像するんだよ、試合に出てる姿、絶対自分の試合に出れる、そして頑張ろう、この6番の希望とか情熱のスイッチを押すんだよ、チャンネルをね、6チャンネル。そして今翔太君とはうまくいってない、どうなりたい？翔太君ともっともっと仲良くなって優しくしたい、これは愛や。1チャンネル、今1チャンネルを押したらいいね、今1チャンネルを押したらいいね。じゃあこれがまた未来にやってくるから、今骨が折れてる、でも1チャンネルの未来がやってくる、今試合には出れてない、でも試合に出れるようになってるかもしれへん、そして翔太君とは仲良くなってない、仲良くないけれども今はな、でも愛を持って優しくしようって思ってたら未来にはそうなってるかもしれへんねん。今起きてることなんてこれからの未来に全く関係のないことや。今がダメやからこれからもダメ、そんなことはないです。たとえ今が罰でも自分がしっかりと丸を望めば未来も丸になるんです。喜びを望んだら喜びが来る、感謝を望んだら感謝が来る、愛を望んだら自分に自信を持ちたい、それを望んだら絶対未来が来るの。今がダメだからこれからもダメ、そんなことはない。一番ダメなのは今起きてる現実を見て17番とか20番とか
22番のチャンネルを押してしまうことや。例えば骨が折れた、最悪や、がっかりやっていう16チャンネルを押してしまうですとか、今試合に出れない、うわあいつら羨ましいな、出てる人羨ましいなって20のチャンネルを押してしまうとか、あとね、翔太君と仲良くなれない、どうせこれからも無理ないやろな、翔太君だけじゃなくて他の子にも嫌われるんやろなって22チャンネルを押してしまう。そうするとどうなるか、もう分かるよね、分かるよね、エネルギーの法則なの。また16チャンネルが未来にやってくるね、こっちも20チャンネルがやってくる、こっちも22チャンネルがやってくるね。16チャンネル、さっきも言った、がっかりしてる、最悪やって思うことがずっと続くね、未来も。分かる？試合に出られへん、あいつ羨ましいな、羨ましいな、いいなって思うことが今だけじゃなくてずっと続くね、これからも未来も続くね。分かる？俺なんてどうせもう誰とも仲良くなられへんやろなとか、嫌われんねやろなって思うことが今だけじゃなくてずっと続いてしまうね。分かる？何言ったか分かるよね。これを断ち切ろう。分かる？今起きてることとこれからの未来全く関係ないから。だからさっきも言ったように、この今最悪なことが起きたからといってがっかりのチャンネルとか押さない。そうじゃなくて、さっき言った一番、喜びのチャンネルを押すとか、愛のチャンネルを押すとか、感謝のチャンネルを押すとか、分かる？自分ならできるんだって自信を持って練習するとか、あの子に優しくしたいっていう愛を持って翔太君と一緒にやるとか、分かる？そうすると今がたとえ22であってもそれが一番の喜びに変わったり、今自分に自信がなかったも希望が見えるような未来が絶対ここでやってくるから、やってくるから。今起きてるここ現実、今起きてる問題とかトラブル、それで自分のチャンネルを決めないで、今起きてることじゃなくてこれからの未来、自分がどういう風にありたいのか、それでチャンネルをセットしてください。予約録画みたいな感じです。そのセットしたチャンネルは絶対に君たちのもとにやってくるから、喜び、自信、そして希望、ワクワク、そういう未来が絶対やってくるから。第2章はここまでです。今回は人間のエネルギーは送ったらすぐにそれが叶うんじゃなくて、ちょっと時間がかかる、時差がある、タイムラグがあるという話をしました。そしてチャンネルを切り替えるときには、セットするときには、今どんなことが起きてるかっていうことは全く気にしない。これから自分がどういう風な未来を望んでいるのか、どんなことをやりたいのか、それでチャンネルをセットしてください。そうすればそのチャンネルが君たちのもとにやってくる、そんな話を第2章ではやってきました。じゃあね、今骨が折れている、今バスケットボールの試合に出れてない、今大好きな翔太君に嫌われている、そんな状態の時にどうやって喜べばいい、どうやって満足したらいい、どうやってみんなに感謝したらいいの、これがちょっと難しい。わかる？第3章ではみんなに辛いことが起きた時、苦しいことが起きた時、問題が起きた時に自分が望むべき未来を想像してチャンネルを押す、その時のコツ、それを分かりやすく面白く、そして君たちの人生が変わるぐらい熱を込めておかちは伝えたいと思ってます。最終章の第3章、またここで君たちに会えることを心から楽しみにしてます。それではまた会いましょう。バイバーイ。